11月2日、日本時間3日にカナダ・エドモントンで開催される総合格闘技イベント、UFC ファイトナイトのヘビー級マッチにて、同級11位のデリック・ルイス、39イコール米国、が無敗のジョナタ・ディニス、33ブラジル、と対戦することが決定した。動画、怪物・ルイス、壮絶 KO ハイライトシーン、ルイスはタイトル挑戦の経験を持つ実力者で、 UFC 最多 KO 記録、15KO、を持つ怪物スラッガー。キャリア28勝のうち 23KO を誇る。直近3試合では、昨年7月にマルコス・ホジェリオでリマに秒殺 KO 勝利を飾るも、同11月にジャイルトン・アウメーダに判定負け。しかし今年4月の前線でホドリボ・ナシメントをパウンド KO し、見事に復活した。 対するディニスはグローリーやスーパーコンバット FC で活躍した元キックボクサー。12年大晦日のグローリー日本大会にも参戦経験があり、キック通算戦績は22勝、15KO、7敗。22年から MMA に転向し8戦無敗 7KO を誇る。今年4月の UFC デビュー戦で KO 勝利を飾り、パフォーマンスオブザナイトを受賞。 UFC3 戦目にして UFC タイトル戦経験を持つ強豪ルイスと戦うこととなった KO 決着必至の激闘が期待される一戦最後まで立っているのはルイスかリニスか